皆さんこんにちは。今回は螺旋使用率の動画です。前半5編成後半5編成紹介します。前提として一応敵を確認します。まず、121両、1体ずつとの4セット。単体と4回なので、勝ち抜き戦みたい。後半はトリックフラワー、アビス、エルマイト四段の3セット。複数戦に強い編成やとりあえず集敵キャラいればだいぶ楽です。12には、上は武士3体とその後聖武黒2体です。比較的敵の数は上は少ないですね。12に裏はマグー3兄弟。勝利シールドでも簡単に割られるので。やられる前にやる編成が良いでしょう。123両、マトリックス。激化するか、最低でも雷がいればだいぶ楽です。後半は金メッキ卑怯と同じ敵とその後、召喚獣連れ3体。1セット目は敵が比較的固まりますが、2セット目はペットはすごい寄ってくるけど、本体は基本的に離れるので、ペットはまとめて倒しつつ、本体の方は少し時間かかりそう。では、一言二言コメントしながら眺めていきましょう。それでは前半1位。敵に単体が多い、つまり？はい、ライデンナショナルですね。敵が多ければタルタリア、少なければライデンという定番ですね。121では敵が多くの有事を落とすので、少々チャージを2踏んでいても割となんとかなります。そして、何よりライデンナショナルでやると、敵を連続してなぎ倒してる感がすごいですね。人によっては面倒かもですが、この配置はかなり好みです。編成の説明としましては、ライデンで他3人の爆発を回して、肉厚シャンリンで大ダメージを稼ぐ編成ですね。絶縁はいい方をシャンリンにつけましょう。続いて水に封筒を。こちらもライデンナショナルと同じで単体にかなり強い編成です。ライデンナショナル同様複数戦にももちろん対応可能。とはいえ単体相手が多い前半には超適正ですね。ちょうどピックアップが後半なので、勝利以外は初心者でも揃えられちゃうね。全体的に水共鳴含めて HP が高いので、自称する封筒は回復能力持ちだったり、軽減やシールドもあるので、比較的事故も少ないことも魅力ですね。そして、今回初登場のアルハイデンも見事ランクインです。八重巫女入りの月下編成ですね。使ってみた感想としては、今回祝福で月下すれば雷特殊耐性が下がるので、ダメージがすごい稼ぎやすいですね。そして、アルハイデンを編成した月下は結構単体寄りになるのですが、前半では比較的少ないので優秀だね。ちなみに突ってる八重は知りません。この動画は星5無凸ということをベースに置いた動画です。12に脳が少しだけ敵が散らばりやすいですが、通してみれば全然気になりませんね。続きまして、若きレンジャー長。ケナリが久々に上位に来ております。弓銃撃アタッカーで、121とかは特に、うまく遺跡守衛の目をえぐれると楽そうです。まあ、アドだといちいち目を狙うより適当に撃った方が良さそうだけど、こちらは、アルハイデンよりもさらに単体特化で、アルハイデンよりも切り替え回数が多い編成ですね。少々ローテミスっても割と潰しが効きます。ケナリのホーミングはかなり便利で、エイム弱者にも全然使いやすくていいですね。一応軽い解説としまして、八重のスキルの継続時間とケナリの攻撃時間がいい感じにマッチするので、八重、他、ケナリ、八重って繋げやすいね。そして、前半5位はセノでした。こちらは、セノ超開花編成ですね。肉焼きで中段耐性をサポートしながら超開花でダメージを稼ぎます。ただ、121だと若干相性が悪めですが、有志を多く落とす分タイムとしては全然問題ないですね。ナヒーダを毎回打つのが煩わしかったら、ナヒーダ、行明、忍の3人で121は攻略して、12からセノの本領発とかでもいいと思います。そして後半1位です。やっぱりあの編成が1位でした。そう、タルタリア蒸発ですね。
住人ではベネットいる都合上事故が増えてしまうんですが、12と12さんはかなり良いです。住人はやられる前にやるって感じ。敵の襲撃がかなり優秀すぎる編成です。前半に大体に強いライデン、後半に複数に強いタルタリアって結果になりましたね。この編成はカズハで集めて蒸発でダメージを稼ぐ編成です。シャンリンとカズハのチャージには少し注意が必要ですね。隙を見せるのはほんの一瞬だ。後半ではやはりいました。ニーロー開花ですね。今回は普通にマギュー3連星が複数ではあるものの結構痛いので、全く同じ編成で使う場合、ここにの爆発管理はかなり大事になりそうです。ちなみに12位が体感一番だるく感じました。氷アビスのシールド割に時間が地味にかかるので頑張りましょう。それ以外は比較的爆発さえ回せばいいかと。マグーでは草主とかナヒーダはそこそこ死にやすいので、できるだけここにアニーローを肉壁にしたいですね。そして5位はバリエーション編成がランクイン。草主人公が消えて肉壁が1人増えました。比較的こちらの方が事故率は低めかなと思います。ここにで10機を乗りたい人も多いかもしれませんが、事故と相談しましょう。比較的安定して突破しやすいかと思います。余談ですが、バーバラ入れちゃうと凍りつくので、今回はここにがいないと凍結しまくって事故が増えそう。敵が使うと凍り砕くってちょっと強い気がするよね。知らんけど、後半3位はライデンハイパーキャリー。ライデン将軍のバフを全て乗せて殴ります。ただ個人的には微妙かなと思いました。あくまで主観ですが、殴り切ることが大事なライデン編成。12位置ではベネット特上でカフカでトリックフラワー吹っ飛んで、後続の敵でヒットしてない分ため直しが起こりやすく、12位後半ではマグー剣気に妖怪ダメージをぶつけられてというか、下手にキャラを切り替えづらい、少しおすすめはしづらいかなと。とはいえ、星5無突前提で話しているので、無突以上ライデンなら気にならないかもしれません。ライデン無突ユーザーの方が圧倒的に多いと思うので、一応話しました。最後に後半4位です。放浪者編成ですね。この編成は機動力が高く、比較的的に勝手に攻撃が当たるので、安定して攻略するには良いでしょう。放浪者の中段体制も勝利シールドがあれば問題ないですね。とはいえ、ファルザンの時だったり、勝利以外のシールドだと少々厳しいかもしれません。放浪者は中段体制ではなくシールドに結構依存しますからね。遠まで無限シールド中段体制とかしてもいいとは思うけど、普通に12後半のマグーは3体で実質連続ヒットされるしね。銃撃では確定拡散なので、12後半のアビスなんて全然気になりませんでしたね。揃っているなら比較的おすすめしたい編成です。という感じでざっと20編成、使用数上位を見ていきます。今回は使用率ではなく絶対的使用数をベースにした動画です。1位から5位、6位から10位が大体紹介した10編成ですね。このあたりはバリエーション編成がちらほら出てくるね。はい、という感じでした。いかがだったでしょうか。皆さんの編成をよかったら教えてね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。